ミニマルアドロブチャンネルの星葉です。今日は実はね、なんかあの、はい、アルトエデリットの伊藤さんからすごいライダースがあるって言われて、はいはい、で見せてもらったものがあって、それこれなんだけど、はい、これをちょっとご紹介したいなという、はい、うん、結構かっこいいよこれ。マジですか、うん、いい回ですね。5着、これ 1、2、3、6着か、全部一緒です。はいはい、サイズ違いですね、うん、サイズ違いで、これどういうライダー、なんで俺こんな格好でやってるかっていうと、ちょっといや本当ですね、今やってた、今どういうライダースかっていうと、はい、まあ、いわゆるロンジャンなんだけど、ロンジャン、うん、ロンジャンって何でしたっけ。ロンジャンとライダースにアメジャンっていうのがあって、はい、ロンジャンは略し方で言うとロンドンジャンパーなんだよね。ジャンパーで、アメジャンっていうのがアメリカンジャンパー。はいはいはい。でどうしてそれ2つあるかっていうと、バイクの種類が違うんだよね、ライダースって。あ、乗ってるその向こうのイギリスとアメリカで、うん、イギリスとアメリカで、そうそうそう、はい、イギリスは割とこうなんだよね、カフェレーサーとか、その前ですね、そうそうそう、まさに、はい、でアメリカンタイプは、まあ、直樹アメリカンタイプでしょ、そうですね、はい、アメリカンタイプはこうじゃない。そうですね、もうこういう感じで、こういう感じじゃない、はい、だからこれはどっちかっていうとロンジャン型の方だから、ロンドン、イギリス、カフェレーサータイプなんでね。だから実は細身のやつが、細身、へえ、細身で着丈がちょっと長いんだよね。あ、そうなんですね。そうで、こういうところも割と細身、はいはいはい、アメリカンタイプの方はどっちかっていうとダブルのライダースもあるんだけど、はい、割とゆったりしてるんだよね。ちょっと大きい感じですね。大きい感じ、うん、その辺の全然違いで、やっぱりロンジャンが人気あるっていうのはそこなんだけど、あ、ただこれポイントとしては、はい、いろんなブランドのロンジャン有名なところが結構あるんだね、はい、うん、それをさらになんか もっとアップデートしたなんか現代的な感じのロンジャンにしたかったみたい で、はい、で作り直したのがこれなんだって。へー。でどういう風にしたかっていうと、まず革が日本なんだけど、はい、カーフでめちゃくちゃしなやかになめしてあるのね。だからすごくない、これしっかりしてて。まだ着てないですもんね、だって着てない、はい、着てないけどすごいしなやか、はいはい、ちょっと油分も含まれてて、はい、でこれがねめちゃくちゃいい味出るんだよね、うん、あとはこのパーツ、クリックスってやつなんだけど、これロンジャンについてる、本当にイギリスのファスナーなんだけど、すごいちゃんとしてる。とかあとこのここもそうなんだよね。これもロンジャンの これもすごい特徴だよね。これボールチェーンになってるんだけど、へえ、こういうのも割とロンジャンの特徴だね。なんか、かっこいいですね、この、そう、こういうの引き手がね、引きやすいというかね、はい、この辺も全部なんかこうパーツかっこいいよね、かっこいいですよね、うん、こういうところもね、はい、アジャスターがついてたりとか、はい、あとさ、ここにさ、ここにファスナーがついてるの面白いよね。あ、本当だ、入る、うん、あとここに意外とスナップのさボタンがちゃんとしっかりついてたりとか、はいはい、これってやっぱこう閉じて着るもの、閉じて着てもかっこいいんじゃない、こういう風に、うん、はい、うん、であとはこれもダブルジップとかじゃないんだよね。あ、本当だ、うん、もうその辺がちゃんとこだわってて、はい、こういう風に中も本当はねこれねキルティングになってたりするんだよ。へえ、キルティングになってるって、キルティングがちょっと化繊みたいなの使ってるんだけど、そうすると着づらいのね。だけどこれキプラだから着やすいの。だから要するにロンジャンの、古くからあるロンジャンをもっと着やすくかっこよくしてるのはこれってことか。あ、それが現代版にアップデートしてる、アップデートしてるやつ、ね、まあそれのロイヤルラスターって、これ、まあ、あの日本のブランドなんだけど、へえ、すごい非常によくできてて、はい、でさらにこれ着てみないと分かんないかもしれないんだけど、着るじゃない、バーンって着ると実は前肩になってんのよ。はいはいはい、はい、ジャケットとかスーツとかになんか採用されるその構造みたいなものを落とし込んでんだよね、はい、へえ、じゃあライダースだけど、うん、テイラードジャケットみたいな着心地というか、そういうこと。へえ、ちょっと着てほしいんだよね。あ、着たいです、着たい、うん、これで、これね全部サイズ違いなんだけど、ちょっと着てみて、直樹このぐらいかな、うん、これぐらいですかね、ちょっと着てみて、どう、ハマり感、お、似合うね、どうですか、似合う、私物っぽいですか、私物っていうかねちょっとまだ新しいから、はい、これ着ていけば、着て相当着ていくと結構かっこよくなると思うよ。あ、でも確かにちょっと着丈長いですね。長いし、はい、あと肩の感じどう、入り方がグッと、この入ってるのはこう 前のめりというか、うんうん、いきますよね。だからこう、だからそう、例えば自転車とかじゃないですけど、あのよく電動バイクとかあるじゃないですか、うんうんうん、そういったところで、ね、こうかっこよく決まりますよね、うん、バッと動きとかどう、いや、すごいいいですよ。あとこう、このさ、この位置が結構高くな、はい、高い高いです、うん、こう、なんていうんですかね、なんて表現したらいいんだろう、結構このハマってる、体にはまるでしょ、はい、バーンって、はい、あ、もうまさにそんな感じだね、やっぱいつも着てるやつとまた違いますね、この肩の周りが、ね、ちょっと男っぽいじゃない、はい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 、男っぽいけど、男っぽいけど、でもスマートさもあって、はい、うん、
なんか武骨だけどでもちょっとエレガントですよね。そう武骨、そうまさにそうだね。武骨だけどエレガントってなかなかないんだけど、ちょっと高いは高いんだけどね。あ、そうなんですか。高いけどあのよく着てるさエンメティのさ、はい、感じとエンメティは柔らかいじゃん。柔らかいです。あれはあれで着やすいじゃない、すごい、はいはい、でフィクサーのも持ってるじゃない、はい、あれはどっちかっていうと武骨で男っぽい感じで、はい、でもあれはロンジャンっていうよりはモダンな感じだよね、はい、もっとね、はい、これはロンジャンをベースにしながらもなんか男臭さもあるけどなんていうのか洗練されてる感じ、はいはい、なんかこういうの着るとやっぱり男らしさ全面出ちゃうイメージがあったので、うんうん、なんならダブル僕持ってないんですよ。あ、そうなんだ。すげえ似合うけどね。本当ですか。なんかダブル着るとどうしてもその男臭いのが伝わっちゃうかなと思って、うんうん、映画に出てきそうだよ、ね、なんか。本当ですか、うん、買った方がいいんじゃないかなと思ってるぐらい似合う。じゃあ買っちゃおうかなって言うんですけど、うん、でも値段が60万ぐらいするんじゃない。いや値段はねこれ27万5千円かな。結構いい値段なんだけど、値段だけどその意外に、うん、まあでもまあまあそうだね。男っぽくていいよそれ。なんかね、そうですよね。今のねマインデニムとかにもぴったり合うし、うん、これどう着るのがいいんですかね。やっぱ中って T シャツですか、冬場とか。冬場はいや、うん、T シャツでいいんじゃん。ニットとか着ずに、うん、なんか T シャツだけでニットとかタートルニットとか。それもありだね。タートルニットとかでもいいですか。タートルニットでもいいと思うね、黒の。でもまあ T 字かな。 T 字で、うん、T 字で攻めて、うん、タンクトップはまあアウトだね今日の俺の格好でライダースとかはアウトだと思う。いや、なんでこの格好で、なんでこの格好でやってんの、なんでこのこれ出てきたんだろうっていうか。いや今これでやってた、そうやってたんですよ。しかもなんかめっちゃでかくなってるしと思って。いやもう骨折したからさ、はいはい、せめて上だけでもでかくしようかなと思ってやってんだけど、これでもいいよ。本当にいいっすね。相当なんだろう、まあ、馴染みやすい革だと思うけど、はい、早くもっと馴染ませたいよね。馴染ませたい。くたくたに、はい、なんかね。そしたらめちゃくちゃかっこいいんじゃないのこれ。そうですよね、うん、体にフィットしてきて、うん、へえいいな。ダブル、ダブルいいっすね。いいよね。ちょっと着てみようかな。 なんでだろう。なんで俺がこの格好で着ると本当にもうアウトだと思うんだけど。アウトですか。まあ一回着てみようか、はい、あ、脱がなきゃ分かんないですね脱がなきゃ、あ、ギリギリギリ脱がなきゃ分かんないです。そうだ、あ、でもやっぱ似合いますね。短パンとかもアウトだけどね。なんかアクセルローズみたいになっちゃうからさ。でもガンズの T シャツ着てたらもうガンズになれそう。ガンズになれそうだけどね。へえ。そういうことで。こう見るとやっぱこのやっぱ一個一個の装飾で印象って全然違いますね。そうだね。ちなみにこのロイヤルラスターの名前は最上の輝きっていうところから来てきて。へえ。いいよね。でもね。もレザーの綺麗な輝きが。ね、うん、あ、でもこれ相当早く。いやでもこれ着れば着るほど多分すごい柔らかくなりそうですね。そうだよね。はい。まあ、だからもしあれだったら着てもらって。はい。ぜひ皆さんも手に入れてみてはいかがでしょうか。ちょっとね、今日は究極のライダースでかっこいいの見つけたんで、これを、まあこれもちろんミニマルワードローブでもやるし、はい、アルトエデリットでも多分ね置いてると思うんだよね。あ、そうなんですね、うん、名古屋にお越しの際は。逆にアルトエデリットしかやってないって言ってた。あ、そうなんですか、うん、やっぱ見つけるの早いってすごいですね。ぜひ皆さんロイヤルラスターちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。中が赤いのもいいですね。やっぱね、赤いいよね。こう見ると黒赤って、しかも赤の中でもさちょっとボルドーっぽい赤にしたっつった、はい、あえて、うん、だけどその辺ねちょっと大人っぽくただ色っぽいよね、はいはい、色気がある全体的に。そうライダースなんで、ぜひ皆さん手に入れてみてはいかがでしょうか、はい、ということで。なんか宣伝ある。宣伝は、ま、でもまあ SNS 見ていただけたら、うん、何か調味料だったり、うん、なあれですね、新商品が出てるかもしれないので OK、はい、りました。ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、じゃあ今日はこの辺でまた皆さんお会いしましょう。はい、あ、脇毛見えた Ha 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 ha!